お、この猫毎回出てくるよね、動物の森。名前なんだっけ、この子の名前。見知らぬ猫。これ本名なのかな、コードネームなのかな。あの、ちょっとすいません、今って2018年11月29日の午後10時24お前バラすな、動画撮ってる時間バラすな。いや、まあ合ってるけど、やめろ。合ってたんだ、よかった。よくないよ、こっち的にはよくないよ。俺の時計すぐ狂っちゃうんだよね。まあ失礼するよ。そう、このね、見知らぬ猫に事情聴取されて、なんか自分のあれが決まってくんだろうね。ところで君、おっと、先に名前教えてもらっていい？あ、いいでしょう。ワトソンにしました。ワトソンさんか、いい名前だね。かっこいいだろ。あ、これでなんか性別とかあるんだっけ。かっこいいだろだね、かっこいいだろ。うんうん、男らしくて君にぴったりだと思うよ。ありがとう。で、ここで女だと女なんですけどだね。これでワトソンさん、君はこれからどこ行くの？あ、村の名前ね。何にしよう。シシソン村にしました。一見何これっていう感じがあると思うんだよ。シシソンソンだね、シシソンソン。ちょっとゾロをね、参考にしました。シシソンソンね、聞いたことないけど、どこにあるんだろう。あ、そうだ、地図地図。この路線だと、お、もしかしてここかな。これ違うようにしたら違うマップになるのかな。お、すげえ、これ何個でも、もしかしてリセマラ的な感じになるのかな。うん、もうここでいいから。私正直そんなに村にこだわってない。なんか村すごいこだわる人いるよね、あの海の近くに家あるとか。ところで君はシシソンソンにはよく行くの？秘密。秘密なんだ。じゃあ探しに何行くの、秘密なのかな。いや、引っ越しだよにしようか。ちょっとここで個人情報あげましょう。あれれ、そこはあっさり教えてくれるんだ。あはは、君なんか面白いよね。なんかバカにされてんだ。至って真面目なんですよ。いやいやいや、やっぱり面白いよ。本当に君いいな。君と同じ村で暮らせたら毎日がきっと楽しいんだろうな。こんなこと言ってるくせにこいつすまないよね。この子って住人になったこと一回もないよね、確か。なんかいつもここでしか出てこなくない？レアキャラでもしかしてあんのかな。とにかく君がシシソンソンで充実した毎日を過ごせることを祈ってよ。確かね、シシソンソンってなんだっけ、新世界に入るとシシソンソンなんだよね。一個増えるんだよね。それでドラゴンを倒してた。おっと、もうシシソンソンに着くみたいだね。おしゃべりに付き合ってくれてありがとう。おかげで楽しかったよ。いや、スイッチも来年ね、動物の森出るらしいからね、すごい楽しみ。多分買うね。動画にするかわかんないけど買うね。結構私やり込むんだよね。なんかアプリで動物の森出たじゃないですか。今いるのかわかんないけど、私がやってた時期、リリースされた直後ってね、リセットさんとかいなかったんだよ。やっぱああいうのいてこその動物の森だよね。なんかちょっと冴えないな。ちょっとシュー冴えないな。なんか髪型もな、栗松みたいだな、稲妻イレブンの。知ってる？なんとかニアンスっていう、ちょっとまあ人気キャラといえば人気キャラだけど、いや、もうちょいなんかパッとしてほしかったな。練乳。ちょ、エッチだね、エッチ。ほんとだ、間違いないぞ。もうもはや。さあ、ご挨拶発です。お、しずえじゃん、しずえ。お前今スマブラに出演決まってノリに乗ってるからな。村長、お待ちしてましたよ。私って村長なんだっけ？僕のこと？え、これそうなんだっけ？え？もう当たり前でしょ。他に誰がいるんですか？あ、そうなんだ。私これ昔すごいやってたんだけど、この。いや、間違いなのかな、これ。本当にどっちかわかんない。ちゃんと約束した通り何も間違ってないですよ。驚かそうとしてもダメですから。本当に愉快な方ですね。え？いや、あの。あー、すごいね、役場近くていいね。いや、自然は波に乗ってる男だからな。スマブラやっぱ強いのかな。なんか動物の森のキャラって割と強いみたいな、私聞いたことあるけどね。ここかな。あれ、これ本当に私なんだっけ、村長なんだっけ、間違いなのかな、全然わかんねえや。では改めて村長、ここがあなたの職場でもある役場です。あ、申し訳ありました。私もここの職員であなたの手伝いをさせていただく秘書の静江です。それにしても正直にちゃんとこんなに若い方やってるなんて思ってもいませんでした。なんて前の村長さんが長年勤めたおじいちゃんでしたから、あなたの熱心な村のイメージ深いですね。さて、村長としてのお仕事はゆくゆくはやっていただくんですが、まずは証明登録をしなきゃいけませんね。村長さん、お名前は、はい、ワトソンさんですね。ここにお名前を書いてと。このゲームどうだっけ？
なんかタヌキチの家って最初、家じゃね、店で最初なんかすごいボロいんだよね。このゲームそうだっけ。それから私がこう買い物してって、どんどんタヌキチの店もでかくなってくんだった気がした。あーこれだこれだ、ボロいな、これ私の、え、あ、ここか、ここ。いや、もう店やってなくて積んだと思った。ここで多分やってもらえるんだね。あ、いたいた、タヌキチ。タヌキチ。はいはい、いらっしゃいだもんな。どうしようかな。うわ、すげえすげえだ、お前ロボットみたいなやつなんだ。こいつはなんだ、マシンタイプかきっと。どこに家建てよう。やっぱ海に近い方がいいかな。どうしようかな。あ、すごい、私のあれな、リンゴなんだね。これ町によって果物1個果実決まってるもんね。ここにしよう、ここ、ここにします。あ、いいね、かっこいいね。そう、これをどんどん豪邸にしていくんだもんね。だ、このローンが高いんだよね。そう、それをこの魚釣ったり、このリンゴを届けたりして、じゃん、これでこの土地はもうワトソンさんのものなんだもん。土地代、材料費、建築費、物は込みでちょっとややこしいから取り消させてくれるだもん。そのうちまでワトソンさんも少しばかりで忙しいだろうし、ちょっと追いつつ休んだことを見せ、ちょっとない、これまで休んでもらえないよね。あ、村長さんお帰りなさい。で、いかがでしたか、いい場所見つかりました。まあバッチリでしょ、あそこ完璧だね。川も近いし海も近いし。これなんかさ、南の国みたいに行けるとこなかった。こちらワトソンさんが四死孫孫の住民であることを証明する村民パスカード、略してソパカ。こんなのあったっけ今まで。ソパカには常に最新のあなたのプロフィールが記録されています。こんなのあった今まで、なんか初めて知った。ソパカではもう一つの暮らしのサポートの情報も確認することができます。お、なんと結婚式みたいになってんじゃねえか。しずえとの結婚式、な、結婚の証としてお前のちょんまげ。さて、ではこの苗をどうぞ。わあ、なるほど、これなんか木でっかいの立ててたよね。これ自分で最初に埋めてたんだ。全然知らなかった。なんかこの村のシンボル的な感じだもんね。お、すげえ、なんか左のマシンタイプの右側の狼みたいにちょっとかっこいいな。シシソンソンにワトソン村長誕生。なんかちょっとカオスだな全体的に。よし、やっと動ける。で、私釣りとかしたいんだよね。なんで今時間的に、お前気持ち悪いな、お前気持ち悪いな、なんかついてきてハートキャラ濃すぎんだろお前。なんだ練乳。ヤッホー村長さん、あたい練乳だよ。さっき広場のイベントで木を植える姿を見たけど超イケてた。あの頼もしさがあれば獅子ソンソンがイケてる村になること間違いなしだね。ってことでこれからどうぞよろしい。いや私これ苦手だわこの人。ちょっとなんかお姉感入ってるね。ちょっとこの人とあんまり関わる。お、手紙来てんじゃん。ありがとうございます。誰から。お、誰これ。お、任天堂から来た、任天堂から。引っ越しおめでとうございます。飛び出す動物の森。アミーボプラスでの新鮮世界を楽しんでください。うわ、すごい。初じゃない ?YouTube で任天堂からのメール来た人。やばい。やばい。神回だ、神回。お、こう、そう。私、リンゴをね、売ってお金にしたいんだけど、さっきタヌキチ?でも店やってないからお金を稼ぐ方法ないんだよ。ワンチャンこれキーやると確かお金落ちてきたね。お、危ない、8かと思った。いくら、いや、まあこれいくら、仮に1億あっても私店やってないから何も買えないのか。なんかいねえかな。ちょ、悪い、この動画もうやることないんだよね、店なんもないから。いや、でも懐かしいね。なんかさ、こうヒレとかあると興奮するよね。あ、サメいる、サメいるみたいな。で、釣った時のマンボウの絶望感ね。あ、マンボウかみたいな。なんか雨の日とかシーラカンスの釣った時の興奮やばくない？終わります。バイバイ。